今回はキングを世界から隠すためにスマイルは〇〇された説に関する読者の反応集を紹介します。キングって種族バレないために露出ゼロなんだよね。でも背中の炎と黒い翼でほぼバレてね。このシーンゾロの攻撃でマスクが割れたのかと思ってたけどよく見たら自分で取って退路を断ってるのな。いやゾロの攻撃でマスクが壊れたから自分で剥がしたんだと思うよ。能力だと思われてたから。そこでスマイルや、あの人数のギフターズがいたら翼くらい目立たなくなる。キングのためのスマイルだったのか。バレてないもん。黒い翼だけならそういう飾りか、で済む世界だろうに。炎我慢できなかったんかな。火災要素だと思われてたんかなって。白髪と褐色ってのも身内になんとなくバレてはいた。あの世界画を隠せばタプー全開でもバレないし。タプーでバレたやついるんだけどな。いくら気軽に発火できる世界観とはいえ常に発火してる黒い翼持ちはモールナーリアだろ。能力次第で何でもありだし。パンクハザードでオペオペによるキメラ量産されてたりしたし羽が生えてるくらいなんともないんじゃねえかな。炎は知らん。ルナーリア族自体そんなに有名でもないんじゃねえ。鎖国してるあの国だと特に。ドレスローザではバレなかったから。翼は普通だし炎はサイボーグが相棒なんだし燃えてもまあそんなもんかだろうし。髪と褐色肌さえ隠しとけば変な人間で済むさ。まあカイドウの庇護変装ではあるだろうが。そっちの気ないけどいつ見ても説明が神秘的というか色っぽい気がする。ルナーリア族の知識があるならわかりやすいけどそうじゃなきゃ変な人間ってだけだしな。現行でロビンがセラフィム見てもルナーリア族に言及してないし。今は種族自体の知名度も低くて気づいたモブも110入ってから噂を聞いたとかじゃないの。クイーンかフーズ風あたりが言いそうだし。エッグヘッドでセラフィムに対して特に一味も反応してないしびっくり人間って思われるのが基本なんじゃないのかな。バタバタしてるとはいえ有名な曰く付きだったらロビンくらいは反応しそうだけどそれもない。政府上層部と一部歴史好きと110海賊団の面々くらいしか知らないそうだしな。政府がルナーリア族の情報提供をもっと大々的に呼びかければ金目当ての奴らが勝手にそこら中探してくれそうなのになんでやらないんだろう。だって、カイドウと逃げた一人以外は多分もう、ルナーリアを知ってる人物を処分するための政府の罠な気がするんだよな。逆にチクるだけで1億っていうのがよくわからん。カイドウと脱走した記録が残ってるなら所在はほぼバレてるようなものだしどのみち賞金首だし。ルナーリアを知ってる人物を処分するためみたいな理由かもしれないけどその割にルナーリアについて知ってそうな人間が今の描写だと少ないし。そう思う。黒ひげは知ってそうだったけどね。あのシーンも黒ひげ本人は何か知ってそうだったけどモブ部下たちは知らなさそうだったし黒ひげが例外パターンぽい。現実でも初登場時はなんで人獣系なんだこいつって一部で言われてたの思い出した。110はたまたま知ってたやつがもしかしてで広めちゃっただけで基本は知らないんじゃない。白ひげ隊長クラスですら親父が宴の席でたまに話してた昔話くらいの感覚みたいだし。マルコですら白ひげから聞いた話でしか知らないってことは一般教養レベルの種族じゃないのは間違いないか。多分歴史に詳しくない限りは知らないと思う。黒ひげみたいに。マゼランとか翼生えてるけどびっくり人間のうちだし。インペルダウンの羽は装飾品だぞ。スカイピアと同じ。あの世界のファッションはよくわからんな。扉絵で釣りしてる時あの羽外れてるから多分装飾なんだ。だからキングもこだわりファッションくらいに思われていたのかもしれない。まあサイズ的に翼隠そうにも難しいしな。切り落とすくらいしか見バレ 100% 防ぐ方法なさそう。見バレした時はその時だよ。カイドウさんの解消を信じろ。そういやインペルダウンのマークなんで羽付きなんだろ。角と羽くらいなら誰も気にしない世界だし。結局世界政府にはバレてたの。懸賞金かかってるし確実に海賊として目はつけられてるけど。カイドウは政府にキングの素性がバレてようがバレてまいが気にしてなかったと思ってる。もし政府バレ気にしてたら CP0 を自分の城にご招待しない。カイドウさえいればバレようがバレまいが武力で解決できるからな。ワンピ世界だと翼や角より褐色肌の方が珍しい可能性ある。だからアニメのロビンちゃんの褐色肌は許されなかったのか。イーストブルーでさえパールさん見たくたまに燃える奴がいるんだし。新世界ともなれば常に燃えてる奴がいてもまあ、そういうこともあるか、って思ってたんじゃないの。しかしまあ、思えばキングもかわいそうな奴ではあるんだよな。おそらく政府に囚われてた時はあれほど助けてくれ。って願った解放の戦士が、自分の時には来なかったけど、自分を助けてくれた恩人を圧政者として倒しに来たんだからな。言うてそこは自分が圧政者側に回ってる分給割方本人の責任でどうしようもない。まあそれ以外どうしようもなさそうっていうのが1割なんだけど。神の視点だとそう思うんだろうが、ルナーリア族なんて大抵の奴は知らないし、炎出てるとか言ってもクイーンがいるから。今更別に不思議に思わないし、ギフターズが多い110で翼なんて珍しくもない。ただ褐色は珍しいっぽい、から。
悪魔のみで人の形が変わっても肌だけ変色するようなことはほぼないから人種由来のものだと認識されちゃうし、それは隠してるってだけだろう。その通り。要は人種を想起させる要素さえ隠せばいいからな。この親翼ではワンピース世界だと能力者がいるおかげでそこから人種に結びつける発想は出にくいけど、肌の色は完全に人種由来。能力では変わらないし、変わるとしても鱗とか別の変化が現れるで、そこから炎と翼の要素を結びつけられたらアウトだから。羽は空島の人の飾って前例があるし、縁も三次っていう前例があるから大丈夫やろ。資質にいるとき他の誰かが入ってこないと思われるときは割とすぐマスクを取ってるけど、キングの資質ってどこにあってどうなってるんだ。わざわざプテラノドンの変形してまで食事してるんだから。やっぱ肌色が一番隠したい要素なんだろうか。というかプテラノドン習得前はどうやって物食べてたんだろうな。カイドウと一緒に脱走してるんだから政府は普通に知ってただろう。たった一人だけで所在もわかってるし、四皇の最高幹部って時点でルナーリア関係なく高額懸賞金なんだから特に何もしないで懸賞金かけるだけで済ませたんだろうさ。消えない人、頑丈な体は過酷な環境でエネルギー源になるためにつけられた要素だったの確定。月の人が血統因子を操作して作った大量の種族なのバレバレ。確かにここマリージョアの動く床のシーンと似てるな。動力源に使われてるのガチでありそう。エネルが言った月の動力源が電気。発電体質、満月を近くして覚醒するミンク族。ミンク族は月の民の奴隷動力で月を見るとその怒りで覚醒するって説あるよね。発電用に色々種族作ったのかね。神だからすごいロボ操ったと勘違いされただけで、その実便利だからこき使われてただけだったってことか。月の人はそもそも資源枯渇して降りてきたからな。ただの生態をエネルギー源にするのは不安定だしコスト管理しんどそうって思うんだけど、展開を小田先生がやるかやらないかで言えばやりそう。キング、奴隷だったのバレバレ。神と崇められていたことから重宝されていたのもバレバレ。昔の人ルナーリアマジ便利すぎて神だわ。今ルナーリアは神と崇められた一族。ってこと。この世界には火属性メインの人と雷メインの人がいる。ルフィはそのハイブリッド人間ということは間違いない。巨人は水属性かね。ジンベイとかたまに明らかに水ない場所で手に水まとってたし。ルナーリア属火力。ミンク属電気。巨人属水力。ってこと。四皇や七部会と交戦して両者かすり傷一つないってチート性能だよね。キングとかスピードモード捨ててずっと炎モードでいろよ。なんでこれプラスゾーンの実を食ったキングに勝てたんだよゾロ、すげえよ。しかもゾロは屋上で一戦やって体ガタガタなのをごまかした状態だったのにな。巨人化実験プラス七部会プラスルナーリアとかいうクソ性能なのもある。これは神と呼ばれた種族ですわ。ルナーリアで上積みだろう、キングより強いのか。もともとがルナーリアじゃないのにキングより格上の奴がルナーリアになったんだぞ。キングはゾロにワンパンだし、セラフィムは四皇に無傷。キングはルナーリア能力を伸ばした上での強さだからな。元スペックがクソ高いクローンにルナーリア足したらキングより強くなりそう。硬い時は歯をまとわないとダメ通らねえもんな。そもそもルナーリアの情報が少なすぎて海賊はギミックに気づく前にやられる。多分キングと同じ攻略法だとは思うけど。ほぼ初見で見抜いて倒した海賊狩りの株が上がっちまう。海賊王の右腕にはそれぐらいやってもらわないと困るからな。